仕方ないだろう。むやみやたらに中に突っ込んで何かあったらどうする。少しは辛抱しろ。時期を見誤れば、たとえ今のところはこっちが優勢だとしても、いつ逆転されるかわからないのだから。シェスター様、ディジェルド様。陛下、どうなさいました？そんなに慌てて。大変ですわ。今宮殿より使者が来たのですが、アムルでまた事件が。いえ、そこまで言えるほど大きいものではないそうです。ただ町の警備を行っていた騎士が数人殺されるという事件が。騎士が数人？ええ、正確には誰がやったのかということも言えないのですが、ですが、おそらくは城下町に潜伏しているはずの襲撃犯たちなのではないかと思われます。厳重に警戒せねばならないな。それは少しでも気を緩めれば一体何があるか。ええ、ですがこうも考えられます。私たちに動揺を与えるため、わざわざアムルで動きを見せたのだと。無駄な抵抗と一概に言えなくもないな。ここでアムルが陥落したら、私たちもアーズどころではなくなってしまう。戻るか。ここは他部隊や他の団の者たちにひとまず任せるとして、私たちの部隊だけでも戻るか。どちらにしろこれでは首都内には入れない。ここでしばらく待機しているだけなのだから。向こうで型がつき次第こちらに戻ってこよう。それでも間に合うかもしれない。時折ボルド軍と思われる者の手によって何がしかの事件が起きているといった感じだな。そう派手な動きをとっていないものだから、おかげで捕らえるのに難儀している。連中はもしかして焦っているのかもしれないな。自分たちの首都を包囲されたとあって、城を落とされたらここにいる目的自体失ってしまうのだから、必死なんだろう向こうも。アーズの方も未だに城門前でまだ睨み合いが続いているらしいし、ここに来て状況があまり思わしくなくなってきた。頼む。では夜になったら私の元に来てくれ。違う、団長室の方。私の部屋に来ても構わない。
私のところに来ている暇なんてないんだろうな。でもいつか、いつでもいいから、暇な時間ができたら私のところに来てほしい。夜じゃなくても構わないから。待って。あ、そうだ、アス。早く立ち直るようにな。ルフィのことは人から頼まれたことだ。僕の素性に関することで人から脅されて。ディアンという男に。いらっしゃいませ。え、今日はいつにも増して嬉しそうですね。それはそうに決まっているじゃないですか。なんといってもロアーナ軍の快進撃の話を聞いたんですから。なんでもこの前新たに聖騎士団に任命された方々が大活躍したそうですね。すごいですよね。任命早々こんなに大活躍してしまうだなんて。さすがは聖騎士という感じでしょうか。騎士が一騎当選なら彼らは一騎当満と言われているくらいですからね。神に厳選されたものと言ってもいいんじゃないでしょうか。はあ、そんな方とお近づきになれたらいいですよね。ね、お客様。さ、おしゃべりはこのくらいにしておくとして、さ、本日はどのようなご用件でしょう。何でも言ってくださいね。どうも。ハオマですか。これは流れの王として豊穣を担う聖なる祭主であり、クギモツから悪意を退ける力を持つガーディアです。水属性で特殊効果を持ってるので、戦ってる最中にはとってもお役に立つはずですよ。あ、本当ですか。お客様ったら素敵。はい、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。
山戦士に組んでいますけど、でも嫌いじゃないんです。あの人が兄を殺したことより何より、あの人が私に何も言わず私を騙していたことの方がずっと許せなかった。あの人、私のことかわいそうだって思っていたそうなんです。だから私、それが一番悔しくって悲しかったんです。でも、もう全部忘れます。忘れることにします。血相を変えて。え？な、何をそれ。ええ、そうだけど、それが何か。
ガス。今まで本当に本当にごめんなさい。このことをアスやみんなに知られて軽蔑されるのが怖かったの。ただ自分の見かわいさでこんなことしたの。ごめんなさい。アスに辛い顔をさせているのは全部私のせいかもしれない。いろいろとありがとう。